アルツハイマー病と診断された画家が失われる記憶の中で描き続けてきた自画像の変化。イギリス、ロンドンで暮らしていた画家のウィリアム・ウテル・モーレンは奇跡の画家として世界の注目を集めました。1990年、当時57歳のウィリアムは体に異変を感じ始め、妻に病院へ連れて行かれたところ、アルツハイマー病であると診断された。絶望に打ちひしがれながらも、妻の、それでも絵を描くことは忘れないで、という言葉に励まされ、徐々に消えていく記憶の中で、この病気と戦うべく、死ぬまで、絵を描き続けた。